ラファエル・アスコナは、スペインの小説家、脚本家である。国際的に活動したことで知られる。日本では、スペイン以外を中心に制作された、作品等で、ラファエル・アズコーナと紹介されることもあった。本名、ラファエル・アスコナ・フェルナンです。1926年10月24日、ラ・リオハ遣ログローニオに生まれる。最初のキャリアは、スペインの雑誌。 ラコドルニスの書き手であった。1959年、自作の小説が、スペイン時代のマルコ・フェレーリに映画化され、脚本を執筆、小さなアパートで、脚本家としてデビューする。以降、マルコ・フェレーリ作品に、脚本で参加し、イタリア式コメディの代表作とされるフェレーリの、女王バチや、レナート・カステラーニ監督の、反対の政党」の脚本を執筆する。 1982年にはスペイン映画国民賞を受賞。1987年、ホセルイスクエルダ監督の映画、賑やかな森、並びに、ルイスガルシアベルランガ監督の映画、イスラム教徒とキリスト教徒の脚本を執筆し、翌1988年、第2回、ゴヤ賞において、両作ともに脚本賞にノミネートされ、賑やかな森で脚本賞を受賞する。 同作は、同年度の同賞で、作品賞、主演団優賞も獲得している。1990年、カルロス・サウラ監督の映画、歌姫・カルメーラの脚本を執筆、翌1991年、第5回、ゴヤ賞において、脚色賞を受賞する。1993年、第7回、ゴヤ賞において、フェルナンド・トルエバ監督の、ベル・エポックで、脚本賞を、 1994年第8回五夜賞において、ホセルイス・ガルシア・サンチェス監督の傍君・バンデラスで脚色賞をそれぞれ受賞する。1998年第12回五夜賞において名誉五夜賞を受賞する。2000年第14回五夜賞において、ホセルイス・クエルダ監督の蝶の下で脚色賞を受賞する。2008年3月23日、 マドリード州マドリードで肺がんにより死去した。滑走後の遺骨は出身地のラリオハ州にあるカンタブリア山に散骨された。没後の2009年第23回五夜賞においてホセルイスクエルダ監督の盲目のひまわりで脚色賞を受賞した。ありがとうございます。